ということで、旅館にチェックインしました。お部屋を簡単に紹介していきたいと思います。じゃじゃーん、キングサイズのベッドになっております。なんか枕元にある間接照明もおしゃれですね。すごい。で、ちょっとハイカウンターなんですけど、机もあります。そしてなんとこちら、あ、客室露天風呂となっております。ヒノキのお風呂、これ自分で入れるタイプなんですね。おお、眺めはこんな感じ。ちゃんとね、洗い場もついてます。お庭が見えます。こちら、お風呂セットが用意されてます。バスタオルとミニタオルですね。じゃーん、こちら洗面台です。かわいいですね、陶器の感じがおしゃれです。おお、なんかちょっとビジホみたいですね。ユニットバスとおトイレが一緒になってます。はい、では無料の色浴衣に着替えてちょっとくつろいでいこうと思います。お茶を入れました。お部屋にあった緑茶です。いただきます。あ、目の前にちょっと紅葉も見えていいですね。Thank you.
はい、こんばんは。ちょっと私の手違いで行きたかった宿がちょっと1ヶ月後の予約になってまして、今日の宿は急遽泊まったところでちょっと夕食つけれなかったので買ってきました。ニニョニニョ、してるんですけど、めっちゃ急な坂を上がってきております。はい、ということで旅館に戻ってきました。さっきね、徒歩5分もっとか、と8分ぐらいかかったかな、歩いたところにねあったデイリーヤマザキでご飯買ってきました。もうね、しょうがないよね、行こうと思った旅館に行って、あれ予約今日じゃないですよって言われたのが3時半くらいだったんで、もうね、どこに電話してもいやもう予約できないんですよとか、夕食つけれないんですよみたいな感じだったんで旅館で初のコンビニ晩ご飯なんですけど、ちょっと食べたいと思います。一応紹介しようかなじゃん、焼きたらこおにぎり とこれめっちゃ好きなワンタン、これめっちゃ美味しそうじゃないですか。シャインマスカットを乗せたマスカットジュレ買ってきました。でちょっとね、晩酌もしようかなと思って、じゃん、大好きなカルパスと、あと冷蔵庫の中にほろ酔いの白いサワーを入れております。では食べていきたいと思います。ではいただきます。もうお腹ペコペコだったんだよね。あー、ワンタン美味しそう。なんか旅館に電子レンジあるか分かんなかったから、ちょっとね、温める系のものは買ってこなかったです。まあ、お湯はね、さっきお茶飲んだからホットはあるの分かってたんで。うまっ。なんかさっきコンビニに行くときにこう廊下通ってたら、めちゃめちゃお夕飯のいい匂いがしてきて、あのここにね泊まってる人たちの晩ご飯の、すごいなんかちょっとひもしい気持ちになっちゃったでも美味しい、よかった。うん、おにぎり、おにぎりはね、いくらとか一番好きなんですけど、いくらなかったんでたらこにしました。ちなみにこちらパリパリ、結構たらこが大きい。なんかね、夕食はつけられなかったんですけど、朝食はねつけられたんですよ。だからちょっと明日の朝が楽しみです。じゃじゃん、デザートです。あー、めっちゃシャインマスカットの匂いする、美味しそう。いただきます。うん、さっぱりしてる。なんか生クリームが思ったより重くないかも。
です。